ビアルモスクスは、古生代ペルム期中期に生息した、肉食単ユミ類。単ユミツナ重ユミ目ビアルモスクスア目、ビアルモスクス科。獣ユミ類としては、初期のグループに属する。ビアルモスクスビアルモスクス頭部体長約1メートルと、大型犬ほどの大きさ。頭骨はバンリューメスフェナコドン科の特徴を止めているが、犬種がより大きくなるなど一性は、より顕著である。 完全な全身骨格は未だ発見されていないものの、部分骨格などから推定すると、体は比較的軽快な作りであり、四肢も細かった。おそらく活動的な動物であったと思われる。強肉食性であったと推定されるが、比較的体が小さかったため、獣弓類や両生類の子供、あるいは小型ものなどを捕食していたと思われる。 史上最大級の肉食性重油ミ類とされているエオティタノスクスは実は本属ビアルモスクスのジュニアシノニムとする説がある。しかし初期の獣油ミ類は化石の少なさも相まって詳しい判断がつかないのが実情でもある。ロシア、ウラルサンム薬地域から化石が出土。ロシアから東ヨーロッパにかけて分布したと思われる。ありがとうございます。